今回はロンドン大学の研究結果などをもとに業務スーパーで買える痩せる食品4000について動画で解説していきます。丸タスクですが、一つ目が飲む食物繊維ごぼう茶でございます。ごぼうは数ある野菜の中でもこんな感じで2番目に食物繊維が多く、水に溶ける水溶性食物繊維も上から2番目とかなり豊富。そんなごぼうを使ってお茶を作ると、水に溶ける水溶性食物繊維はその性質上お湯に溶け出ます。その結果、水溶性食物繊維がたっぷり含まれた飲む食物繊維ごぼう茶が完成するわけでございます。ちなみに食べてから便として排泄されるまでの時間は24時間から72時間と言われていて、かなり個人差が大きいですが、この排泄されるまでの時間に最も影響を与えるのが水溶性食物繊維の摂取量といっても過言ではございません。うんちにたっぷりの水分を含ませ便を柔らかくする水溶性食物繊維が足りていないとうんちが硬くなりがち。そうすると食べてから排泄されるまでの時間が1日2日平気で伸びる。そうなると排泄される前の便からエネルギーを急に吸収して、食べる量は同じでも摂取カロリーアップ、その結果太りやすくなるという仕組みでございます。実際にこういった複数の研究報告によると、腸内環境がいい人と悪い人ではカロリーの吸収率が 10% から 20% も変わることが確認されているわけでございます。なので楽して痩せるためにも水溶性食物繊維はめちゃめちゃ大事。ちなみに水溶性と不溶性食物繊維を足し合わせた1日あたり食物繊維必要量は男性で 21g、 女性で 18g 以上と言われていて、そのうち 30% を水溶性食物繊維で摂るのが理想的だと考えられているわけでございます。なので水溶性食物繊維だけに注目すると、男性で1日 6.3g、 女性で 5.4g が必要ですが、この水溶性食物繊維摂るのが結構大変です。例えばこんな感じで、数ある果物の中でも食物繊維がかなり豊富なリンゴ 100g あたりの水溶性食物繊維は 0.5g なので、1日 6g の水溶性食物繊維をリンゴで摂る場合 1.2kg も食べる必要がございます。一方でコップ1杯分のごぼう茶 200ml あたりの水溶性食物繊維含有量をチャット GPT-4 オムリ君に聞いてみると、こんな感じで 0.5g から 1g の水溶性食物繊維なので、間を取って 0.75g だとすると 1.6 リットルのごぼう茶を飲めば、リンゴ 1.2 キロ分 6g の水溶性食物繊維が取れるわけでございます。要するに毎日 1.2 キロのリンゴを食べるのはしんどいし、そんなことをすれば多分太りますが、毎日の水分補給をごぼう茶に変えるのはそれに比べればかなり簡単。なので毎日の水分補給をごぼう茶に変えて、うんちをスルスル出して肛門から余計なカロリーをちゃっちゃと出しましょうと、そういうわけでございます。そして業務スーパーで買える痩せる悩みの2つ目がバニラフレーバーコーヒーでございます。コーヒーのダイエット効果は常識になりつつありますが、ここで問題になるのがカロリー継ぎ足し問題。例えばコーヒーが痩せるって聞いてからスタバでコーヒー飲むつもりが、カロリーてんこ盛りのパフェみたいなフラペチーノを飲んで気づけばデブ活してましたとか、ブラックコーヒーが飲めないからついついミルクやお砂糖を入れてコーヒーのダイエット効果を台無しにしたハイカロリーコーヒーを飲んで痩せませんやんと誰かぶち切れている方をちょこちょこ見かけますが、そんなカロリー継ぎ足し問題を解決してくれるのが業務スーパーで買えるバニラフレーバーコーヒーでございます。バニラの風味や甘みを感じられますが、コップ1杯分のエネルギーはたったの7キロカロリーという優れもので、バニラフレーバー以外にもヘーゼルナッツ、ココナッツと3種類のフレーバーが楽しめるのもおすすめなんでございます。ちなみにコーヒーで痩せる理由については大きく4つ。1つ目がコーヒーに含まれるクロロゲン酸やオリゴ糖による腸内環境改善効果。2つ目がカフェインで頭が冴えることによってダラダラせずキビキビ動ける。その結果消費カロリー増加。
そして3つ目が、こういった複数の研究によると、カフェインで最大 8% から 11% 代謝が上がって痩せるよと発表されていて、要するに、たとえ動かなくても勝手に消費されるエネルギー、基礎代謝向上による消費カロリー増加。最後4つ目が、食欲抑制効果でございまして、例えば遊びやゲーム、趣味に没頭していると、ついつい食べることを忘れてしまいますが、カフェインによって頭が冴えると、目の前のことに集中しやすくなる。その結果、やることないから何か食べる、みたいな時間が減って、摂取カロリーも減少するわけでございます。そして、業務スーパーで買える痩せる食品3つ目が、ひまわりの種入りライ麦パンでございます。ライ麦パンといえば、他のスーパーにも売っておりますが、例えば、そばって書いてあるけど、原材料表示をよく見ると、一番含まれているのはそば粉ではなく小麦粉で、もはやそばっていうより細いうどんみたいな商品もございます。これと同じようにライ麦粉があまり入っていないライ麦パンもございますが、こちらの業務スーパーのライ麦パン、含有量1番手がライ麦粉で配合率 43%、 そして2番手がひまわりの種、配合率 15% と優秀すぎる原材料表示。ちなみにナッツが体にいいというのはもう常識になりつつありますが、そんな種種類であるひまわりの種がこんな感じでぎっしり詰まっていて、さらに成分表示を見てみると、食物繊維含有量が 100g あたり 8g と普通の食パンの4倍前後でございます。先ほど男性で1日 21g、 女性で 18g の食物繊維が必要ですよと解説しましたが、朝ごはんは食パンからこのライ麦パンにすれば 100g でなんと 8g もの食物繊維が取れるわけでございます。そして業務スーパーで買える痩せる食品4つ目が、ひまわりの種が入っていないパターンのライ麦パンでございます。ひまわりの種が苦手な人は普通のライ麦パンもございまして、これも成分表示を見てみるとこんな感じで 100g あたり 7.5g の食物繊維でかなり優秀なんでございます。以上まとめると、朝ごはんにバニラフレーバーコーヒーとライ麦パンを食べて、日頃の水分補給をごぼう茶に変えれば、もうそれだけであなたの腸内環境はツルツルになって痩せることを間違いなしかと思いますので、業務スーパーに頼りまくった横着ダイエットを始めましょうと、そういうわけでございます。ちなみにこんな感じと痩せる人が出まくりで、私自身毎日実践している一般的なダイエット法よりも2倍速でめっちゃ簡単に痩せる方法を解説した動画を、中瀬のんだな公式 LINE 限定で無料配信中ですので、興味のある方は概要欄にからご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。